どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況をやっていきましょう。2017年9月5日、YouTube の公式チャンネルの方と Twitter の方でお知らせが上がっておりました。噂のね、ドラゴンクエスト7後半イベの予想動画で上がっておりました。見た目海賊装備。今回はキャプテンキャノン&キャプテン装備という形で、なんとガチャで来ると。日時はもちろん2017年9月6日の水曜日メンテ終了後から13日の23時59分までのガチャということで、期間中は1日1回無料と10連福引き星5毎回1枠確定、まあおそらく確率は 7% という形でガチャが来るみたいな感じですね。でですね、まあ注目ポイントというかね、メインスキルのコンボキャノン、ヒットするたびにコンボ数が増える5回攻撃という形で書かれておりますよ。まあ詳細見ていきましょう。さあやってまいりました、キャプテンキャノン。やはり予想通り弓できましたね。さすがにハンマーではなかったみたいです。で、弓専用のね、A スキル、補助特技 A スキルでコンボキャノンというのが来ると。で、サブスキルが補助 A に攻撃 A、そして補助 B という形なので、まあ最大進化すると補助 A2 枚詰めそうかなと。こうなってくるとね、またちょっと弓どうなんでしょう。面白いのが来たのかなと。補助呪文 A がこれにくっついてきたら結構面白いんですかね。サブスキル次第で、まあ武器貫突としてもなかなか優秀かなと。で、攻撃力も133だから最大進化すると結構いい火力になりそうかなという感じでございますが、まあメインスキルのね、詳細、コンボキャノン、CT が15秒でございますね。この CT15 秒も優秀ですね。そして威力は最大進化でも 90% が最大みたいですね。で、5回攻撃ヒットするためにコンボ数が増えるという感じでございますが、まあどういうことか見ていただきましょう。ポン、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 ポンでございますよ。もう一度行きましょうか。まず衝撃入りますね。これ 90%、 威力 90% の、まあ、攻撃力加算されたとしても90ちょい出てて、で2コンボ目で 120% ダメージ、114まで上がってますね。で3コンボ目が 140% ダメージ増加、そして4コンボ目で 150% ダメージ、まあ、4コンボ行くと倍率はね最大値に至るので、5コンボ目も 150% ダメージという形で、まあダメージこんな感じで出ております。まあ5コンボ累計で600以上のダメージ出てるんでしょうね。700近いのかな、600、700近くて、まあ倍率の総合値計算すると、まあ 90% の初撃、 100% 倍率、その後 120% だから何パーぐらいになるんだ90%の、120% かけたから、まあ、100% は超えてくるのか。105、6%になるのかな ?8% ぐらいまでいくのか。で、140% で120ちょい。150% いくと130ちょいはいきそうですね。だから合計すると5コンボで、倍率合計値は580から590ぐらい。600いかないかぐらいですかね。いうダメージになってくるので、まあダメージもね、まあ分散してはいるんですけど、かなり期待できるというところもありますし、まあ何よりね、まあ、多段攻撃というかね、複数回攻撃で、それらが全てコンボになるというのはね、このキャプテンキャノンが初めてのスキルという形になりますんで、まあ、使い方としてはね、やっぱり倍率がね、150%、まずキャプテンキャノンを撃って、まあもうその時点で5コンボ成立ですから、それ以降コンボをつなげると、毎回ね、150% 以上の倍率かかったコンボダメージを入れられるというのは、非常に魔王級とかではね、大活躍しそうかなというスキルでございます。まあ、状態異常系がないのでね、あとコンボで使えるとすると、大魔王バーンとかですかね。大魔王バーンのね、ゲージ割りで発生する構えですね。4コンボ以上を繋げないと構えが解除されないとかっていうやつが、あって、なかなかね、ギミックとして大変だったんですけど、このキャプテンキャノン1個持ってったらそれで、もう4コンボ以上成立させることができるっていうところは結構面白いのかもしれないですね。まあ立ち回りに影響を少なからずしそうなね、スキルが来たということで、なかなか面白いかなというのが個人的な感想で、まあこの後ね、公式チャンネルの方では4キャラクター全員ね、コンボキャノンを発動することで、まあ最大20コンボという形でスキルをね、実行できるというところまで出ていまして、まあこれね、実際の企画動画でね、こっちがやりたかったぐらいなんですけど、20コンボダメージで、まあ倍率は 150%、4コンボ以上で変わらずという感じですけど、まあ最大20コンボつなげられるよっていう感じになりましたね。なんだかまあ、
まあ倍率は変わんないんでね、20コンボ以上つなげてもっていう感じだとは思いますが、まあこんな感じのメインスキルになってくるという感じでございますね。キャプテン装備、まああとはね、まあ武器だけ今回は公開という感じでしたけど、キャプテンキャノン&キャプテン装備でございますから、防具ですね。まあ、盾がちょっと独特なデザインもしてるというところもありますし、なかなか性能、こっちキャプテンキャノンでこういうね、ちょっと一風変わったヤーツをね、かましてきたんで、キャプテン装備の防具側もちょっと期待かなというところですね。まあ、あと最大進化した時ですよね。補助特技 A、サブスロットがね、補助特技 A2 つになりそうだというとか硬いかなというところなんですけど、冒頭言ってた通り、それにプラスアルファ何がついてくるか次第でね、結構使われ方も変わってくるかなというところで、まあ、コンボキャノンメインスキルにサブスキル サブスキルの補助特技 A2 つのところにアークアローを荷積みしてね、攻撃 A のところは、まあ、いろいろありますよね。で、まあ、今の現状だと、ルビ弓、ないしは、刀陣弓でやっていたような使い方をキャプテンキャノンでもできるようになりながら、あとは、追加で補助呪文 A まで行けば、ベホマラー積みができると、ルビ弓にちょっと並んでくるのかな。まあちょっとね、メインスキルの効果の違いはあるので、完全一緒という感じにはならないかもしれないですけど、ただ基礎攻撃力はルビ弓と比べるとどうなんだろう。そうですね、ルビ弓の一突の状態で攻撃力が133なので、無突の、キャプテンキャノンは無突で攻撃力133ということは、そうですね、やっぱルビ弓より基礎攻撃力もやっぱ高いんですね。そう考えると結構面白いですね。まあただ今回ね、唯一、なんていうんですかね、海賊装備というか、海賊見た目で着てるんですけど、まあ武器が弓扱いということなんでね、海賊は弓得意じゃないよね。海賊のね、得意武器ではないというところがちょっとまた一風変わってるというところもあるんですけど、まあこの使い方を、まあ出してきたというかね、海賊見た目で、弓を出してきたっていうところで、まあ私個人的になんですけど、弓海賊ね、非常にいいなと思っていまして、そうですね、過去動画だとマージンダークドリアム、現状の、まあ、エンドコンテンツ、星ドラにおけるエンドコンテンツの魔王級と言えるでしょう、マージンダークドリアムを、まあ不具合あった状態だったんですけど、その時海賊弓でね、チャレンジしたとかっていうので、まあ結構魔王級最近ね、チャレンジするとき、まあ最近って言ってもね、ちょっとここ1ヶ月ぐらいね、そんなに頻繁にはできてないんですけど、よく、私はちょいちょいね、この海賊弓を使っていたので、このキャプテンキャノンを使いながら、それこそアークアローネズミの補助呪文 A が来たらね、まあ、ベホマラは詰めなくなるんですけどね、海賊弓をキャプテンキャノンで、まあ、実際に職業も海賊で使っていくみたいなところも、全然得意武器ではないんですけど、まあ見えてきてるかな、というところでございまして、私は個人的に非常に期待の武器、装備になってくるのかなと思いますが、まあガチャなんでね、まあ2周年も控えてるということで、なかなかタイミング、引き時はね、難しいかなというところもありますが、完全自己責任、自己判断でのチャレンジという感じになってしまいますね。まあただスキル的には面白いかな。まあ防具次第では私もちょっと非公開か、ちょっと考えたいかなというところでございます。ということで、今回はキャプテンキャノン&キャプテン装備最速情報上がってきておりましたので、マルベリ的レビューもやってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。